本日の流れになります。全体は2部構成となっており、第1部では三軒茶屋駅周辺まちづくり検討委員会の酒井委員長による三茶の未来のご報告、泉山先生による復調講演、そして三軒茶屋を舞台に多様な活動を行っている団体の皆様からの活動紹介を行ってまいります。第2部では第1部でのお話をヒントに、参加者の方々にお考えいただくワークショップがございます。最後に事務連絡があり、プログラム自体は16時半頃の終了予定しております。途中で一度休憩を設けますので、最後まで周りの方々とご一緒にお楽しみいただけると幸いです。これまでのお話し合いでも出ていましたけれども、例えばこうみんなが集まるような広場というのはありませんよね。キャロットタワーの前にありますけど、狭い。それから本格的な街づくりがこれからのテーマだと思います。世界中で少し道路の方に引いてもらって、人が歩く部分を広げるというか、災害時の外の安全も含めて、大きなハードの議論を今後していかなければいけないなというふうにも思っています。再開発の在り方ということで、いろんな立場意見あると思いますけれども、違いを乗り越えてですね、しっかり話し合いを継続して、また町の上を皆さんで担っていただけるような、そんな会だったら幸いです。私はですね、続きまして、今後の町づくりの進み方について、私よりご説明させていただきます。三茶の未来では、大きく、準備期、創生期、成長期の3つ
の3分の9で紙作りを進めてまいります。準備期である三者の未来が完成されたという年度からは、創生期に入り、社会実験や身近な活動を行いながら、小さな取り組みを一つ一つ重ねていき、地域の皆様と共に町づくりを実践してまいります。また、この町づくり会議につきましては、引き続き開催し、さまざまな方々の参加を交えながら、町づくり活動を盛り上げていくとともに、将来的な町づくりの推進体制を構築に向け、担い手の発掘や育成につながる仕組みに発展させていくつもりです。町の皆様と一緒になって取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。私は必ずこのパブリックライブというお話を最初にさせていただいております。パブリックライブというのは、まあ、いなり日本に訳すと都市で立つかなというふうに思っていまして、都市でくつろぐ日常の場所とあとライフスタイルだと思っています。やっぱりこうよく海外の都市とかにオープンカフェがあったりとか、広場があったりっていうことがすごいいいなと思いながら日本に帰ってくると、なんで海外の時間があってもいいのかなんですけれども、まあ、一つにパブリックライフが都市にあるかないかっていうことがちょっとおかしくないかなと思っています。で、まあ、簡単に言うと滞留空間とか滞在時間っていうのは、当時街中にストップしていくと思ってまして、やっぱりこう皆さん使ったら、学校、大学、職場に行って、やっぱこう、夜が済んだらすぐ帰ってしまうっていう行動が結構多いんじゃないかなと思います。で、それは、まあ、忙しいっていうのもあるんですけれども、そういった場所も、あるいは、スタッフコースっていう習慣もなかなかまだないのかな。そういった自宅で過ごせる時間をもっと都市の中に持っていけば、大体、滞在の時間とか大切さは、というふうに考えています。で、パブリックライフはですね、一時的なにぎわいでは生まないと。そして、やっぱり一番であるべきなんじゃないかなと思っています。で、やっぱりよくお祭りとかイベントするとこう地域があったりして、やっぱりイベントの日っていうのは365日のうち何日あるかというふうに考えていくと、圧倒的にイベントのない日の方がとしては多くて、イベントは大事だし楽しいし盛り上がるんですけども、でプラスやっぱりイベントのない日の作りかっていうことも合わせて僕は大事だと関係であるにも結構もともとパブリックライブは存在する他の町よりあるんじゃないかなというふうに思っています。で、パブリックセーフは、こういった歩きやすさとか都市の居心地を上げていくような方があるということに寄与するのと、あと市民生活の豊かさとか幸福度、やっぱこれをしっかり上げていくということがやっぱ大事だと思いますし、最後に経済的なものにつながるんじゃないかなと僕は考えています。次ちょっとエリアビジョンなんですけれども、最近ですね、国土交通省ならエリアビジョンっていうのを各自で作っていくっていうのを推奨していまして、補助金とかも出しながら、毎年こういう地域ぐらいが全国でエリアビジョンとかをですね、作るのをやっています。私も4地域ぐらいにちょっと関わっていまして、渋谷区の笹畑発のエリアで、もう一つエリアビジョンっていうのができています。最近ちょっと思うのが、コロナ前は結構にぎわいっていうのがすごい必要のあるテーマだったんですけども、ここはもう8分の1なんですよね。だから8個のうちの1個がにぎわい、やっぱここで健康とかコミュニティとかそういうのがやっぱり地域性にもよると思うんですけども、やっぱりこうもう少しこう義務もありますし、いろんなこう社会的課題とか住民の総括みたいなことも促して、まあ、そういうようなことに結構注力した非常になっています。行政計画とも実は整合性を必ずしも取らないというのがメディアビジョンのすごい重要なところで、行政計画に整合性を取るとですね、地域の人たちにやりたいものがやれないとなってしまう可能性があるんですね。メディアビジョンってやっぱり公民で地域の人と一緒に作っていくというものなので、まあこう連携しながら計画ということが大事だよということは見直しながら進めています。で、これはね、どうやって人民の方、地域の方、企業の人を動かしていくのかっていうことを推進したいんですね、っていうのを、まあ、しっかりと聞こうというようなことをしていただきたいと思います。一応目標がないと、何を書くか分からないので、まあ、まだね、詳細じゃないですけど、3年くらいのロードマップを取っていくっていうのを考えながら
まあ、これどうにいくか分かりませんけれども、まずは目標を立ててやってみようというふうなところが思われます。でただですね、80% の計画が実行されないという宣言があるんですけれども、まあ、計画を作ったり、リストを作るだけではなくて、あと動かすのかというのが非常に重要だと思います。やっぱり各地でこういったアクションというのは非常に多いんですけれども、まあ、ビジョンがなきアクションはやっぱり向かないなというふうに思います。で、やっぱりどういうふうにやっぱつなげていくかというときに、ビジョンっていうのは目標だと思うんですね。それを掲げたときに、まあ、それでやっぱバックタスキングっていうのを逆算をして、どうやったらそのビジョンにですね、そのままやっぱちゃんと考えていくことと、やっぱそこに一歩一歩、多分的な行動と成果を積み上げながら、一歩一歩階段を上っていくことが大事だなと思っています。スペースメイキングの詳細も感じたいと思います。最近ですね、こういったスペースっていう存在するだけの空間から思い出のある場合に演出っていうものに変えていこうっていうのが最近は人の価値観も多様化しているし、いろんな場所がある選択肢もあるし、特化もあるとなると、いかに思い出のある場合にしか人を学べるというふうに使わないというふうに思っています。まあ、都市には5以上の目的地がやっぱ必要で、目的地というのは自主リーダーのベースが必要で、ベースでは自主リーダーの楽しみ方はあるけど、都市の目的地を作るにはですね、人の楽しみ方をどんどん増やして、まあ、多様性の数を増やしていくことが、まあ、つまりは重要なんだよというなことが言えるかなと思っています。やっぱこう、どこの場所を、プレゼントしようかと決めて、そこの仲間を中心に決めるんですね。よくこの公園を使っていこう、この道路を使っていこうと、空間だけはやっぱプレッションするんですけど、そこを誰と一緒にやるかっていうのがセットの考えにはすごい便利なんですよね。その人たちと一緒に特徴とか課題も診断したりとか評価しながら、まあ、分析を進めて、ただ実験アクションしていくと。まあ、そういうふうな考え方もあったんですけど、例えば、とかイベントをするっていうのは、なんとなくお金とワンパーかけるのにいいんですけども、日常化するにはですね、やっぱ非常に大変になっているので、でそれ誰がやるんだろうっていうところを、最初から一緒に議論していくことが大事です。で、あとは、まあ、アクションも、まあ、こう、手軽に素早くアウターに行ってやりてほしいっていうんですけども、まあ、結構大変だと、アクションっていうのを一回使われちゃうんで、簡単に素早く手やすくできるかというのが結構ですね。で、また、その実験をどうやって調査するかにしようね、やっていくかっていうことがやっぱり重要かなと思います。これが僕、コロナ後のテーマだなと思ってるんですけども、混雑を避けたい心地よい日本語を話す人に対応する人はちょっと難しいんですけど、やっぱり僕自身も、すごい混雑があると嫌だなって思うようになってきてしまって、なんか人が集まればいいって概念だけだと、どん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 人が集まってしまうんですね。そうすると本当にそれが居心地のいい場所なのかっていうのは、まあ、シーンによってはちょっと違うものになります。であとはやっぱり、来会者っていうのってことだけじゃなくて、そこの街の住民の方だったら、居心地のいい場所っていうのをやっぱ、しっかり作っていくことも、基本なのかなというふうに思っております。まあもう、詐欺税の場合はもう、エリアビジョンできているので、まあ、メンバーはですね、とか、ビジョンに書き込むっていうところはもうできてるかなと思うんですけれども、やっぱりこう、実行していくにあたっても、まあ、行政計画の必ずしも専用性を取らずにですね、市民や企業の皆さん主体のアクションをやりやすい環境を作るっていうのはやっぱすごい大事だと思います。でさっきのフルーツ現場のようにですね、場所をちゃんと信頼評価しながら、魅力とか課題とかアクションをやっぱ検討していく。それからやっぱり、できることから主体的に実行して、で、そのアクションのデータをちゃんと取って、評価して、次につなげていく。で、アクションをやっぱり実情につなげる仕組みをちゃんとしていって、あと、時にですね、3年5年ぐらい経ったら、もしかしたら、今日、課題を説明できたら、利用するってこともやっぱり、どうかな、というふうに思っております。まあ、ぜひ皆さんに、こう、ビジョンの中に行くと、切り替え気持ちにならないために、アクションを考えていただきたいな、というふうな配信でございます。じゃあどうもありがとうございました。三軒茶屋三橋の店舗、そんな本格である委員長をしております。君島有吉でございます。日曜日の歩行者天国で、コロナの感染防止やマスクの着用、3密防止などを訴えながら、清掃活動をしております。
ロナの前には全部としての清掃活動を行い、市民の企業さんなども参加して100人を超えるような大規模イベントを開催しておりました。今はそういうこともなく、お声掛けをいたい前からお手伝いいただいて4人ボランティアの方だけで小さく清掃活動を行っております。SNS などで清掃の様子なども定期的にアップしております。もしよろしければご覧になっていただけると、その時々の清掃が見えてとても面白いと思います。まあ最近ですね、本当に悪いと言われて本当にゴミが散乱していくことが時々言ってられます。なんかもちろんどういうことかな、この3人だろうって感じることがいっぱいあると思います。ちょっと前ですけど、私もお客様のために店頭は店内フロアの延長と考え、きれいに掃除するのが常識でした。開店前にはピカピカにしておくのが普通のものでもあったんです。しかし近年は清掃ある店舗が増え、店舗の掃除は自分たちの責任ではないと考えるので店が増えているように感じています。これは店長や清掃は僕の地域に対する意識の問題があるというふうに思います。店長さんたちが歩道は世田谷区の管理人から掃除も世田谷区がやるべきと考えているかもしれません。世田谷区の掃除は世田谷区ですけれども、あまり頻繁にサバードが増えているためにありません。しかし商店街としては安心安全の観点からこのような事態を観察するべきだったので、商店街としても必要な人に物を送っていかなければならないので、そのため、本日からプロの方法を考えるので、下がりの方式の方が一旦と思うので、茶玉通りで、三茶ワークというシェアオフィスを運営している吉田と申します。先週の日曜日に三軒茶屋の広場で、三茶ハバワークのマーケットというマーケットを開催しました。大体25店舗ぐらい世田谷とそれ以外の地域から出店者さんお越しいただいてマーケットを開催しました。でこれ実は私たち三茶ワークという組織だけでやっていなくてですね、青山で国連大学マーケットとハマルマーケットをやっている方たちが独立をして、今実は世田谷の世田谷に住んでいて、世田谷に会社があるというところで、たまたま出会ってそういった話を聞いて、僕らもじゃあ、まあ、面白いマーケットがあるから、ぜひ世田谷でもやろうよということで、今回ご一緒しました。さっき矢野先生のお話じゃないですが、私たちもマーケットをやるというのを目的のように、こういったマーケットがある暮らしが自分たちの街、あるいは近くにあるといいよねっていう、なんか共通の目的というか、ゴールを実現するために、サーチャーからやっていこうというところで、一番大きかったのが、一緒に国士舘大学の西村先生と研究室の学生の皆さんとも一緒に協力されて、さっき借金にもありましたが、こういった歩行者空間で子どもたちが体験できるような空間を一緒に作ることができるというところです。その子どもたちも一緒に芝生を丸めるのを手伝っていました。で、なんかメーカーに行くとこんな形でいつも自転車が2倍止まっている店員の前もみんなが体験できるのを準備かかったのがすごいなと。僕らだけだとできなかったことが、ハーマルマーケットに行ってだったり、西村先生たちだったり、世田谷区に参入してできたっていうのを深くなと思って、やってみて思ったのは、得意技を、それぞれプレイヤーごとに得意技を持っているのが違って、その得意技をこう持ち合わせてやると、こういった場所っていうのができるかなというふうに思っていました。なので、世田谷ってこういろんな面白いプレイヤーがいるところがすごい魅力だなと思っているので、なんか皆さんとこう連携しながら、三茶の街でこういった空間とか日常を作っていければなというふうに思っています。世田谷と今に聞こえているという代表の方にお願いします。世田谷と今はキャロットタワーで開催しているところですね。しているものを通して世田谷に関心を持つきっかけのはアートやハンドメイド作品だけではなく、地元の食べ物がいい考えだと思っています。大体中に体育ベースと自分のスペースがあって、そこで作家さんが出演されたりして、割と今こういうアートイベントに行ってても普通にあるんですけど、アート
例えばのポイントはどういうところかと言いますか、一つはコミュニケーション、お祭りで笑ってるちょっと多くはないですけど、これは当時のスタッフとか、スタッフでない方も、当時はもうフロアとか、来場者の方、出店者の方と直接コミュニケーションを取って、いろんな情報を共有するというようなことをしたりします。参加者同士でまた、ちょっとイベントデザインでそういう人を紹介してもらえるみたいなとか、そういう、いろいろアフターケアっていうのも、リゾートさんの場所を作って、そこらもちょっと、1番目が対応して、これはもうハンドメイドイベントとか、アートイベントとか、そこまで特化したイベントではありますけど、いくらに大物語で楽しんでいただきたいと思います。出店者さんの作品も、多種多様な業種になるように配慮して、いろんな層を用意させていただくことで、いろんな方が入りやすいように、したいと考えています。3番目、女性人としては、経済収支の話なんですけど、女性にちょっと書いてますけど、これは生活ボードさんに、負担いただいて開催しているイベントでして、最初はそうじゃなかったんですが、途中から、生活ボードさんの負担金を半分、自分はその出店料とか、そのところの収入を半分で、50% ずつ、その制度が割り当てを作りました。これによって、例えば負担金が上下したり、金額の中であったりしても、ある程度形を変えて、負担金が半分あるので、出店料も安くなりますし、ワークショップも広くなりますというところで、資金が低いというのが、負担が大学の理由が多くなります。いろんな大学の方にも頑張っていただきたいということで、大学の勉強の方たちとも、その時にスタッフさんとして手伝っていただくだけではなくて、この他にですね、ご相談をお渡しして、自由にやってください。お祭りを盛り上げるイベントをやっていただいてもいいし、普段のゼミの活動の発表を準備してやっていただいてもいいし、逆にそういうのを取り組む機会もなかなかないと思いますし、高校の社会上に続きまして、柔軟に対応し、地域活性化のために様々な方たちと使っていただきながら、それは機会を活用して、なかなかつながって、面白いこと、楽しいこと、楽しいこと、社会的なことで、そういうつながりを考えて、皆さんこんにちは。3年前に準備中で市街地開催中組合の瀬田です。これまでの活動経緯について説明したいと思います。私たちが活動する散歩地帯を含む地域では、建物の老朽化の乱れ、防災・防犯に関する不安の声や交通環境を改善を求める声など、さまざまな課題があります。準備組合の設立以降、選択事業の実現に向けて、施設計画の検討や、権利者の意向調査、そして、まちづくりの方針の検討や、説明会、勉強会の実施など、さまざまな活動を行っています。ここで、準備組合のこれまでの検討状況について、いくつか説明したいと思います。まず、歩行者ネットワークや広場についての考え方です。再開発では、東西南北を使って歩行者ネットワークを作り、の広場を整備することで、街の賑わいや広々の空間を生み出すことを検討しています。また、三軒茶屋の回遊性を高め、地区周辺にもその賑わいが波及することを目指しています。次に、三軒茶屋駅前の交通建設機能強化についてです。再開発では、三軒茶屋にある2つの駅をつなぐ地下道から地上に上がる際のバリアフリー動線の整備や、バスの各路線への乗り換え、公共駐輪場へのアクセスの強化などをすることで、三軒茶屋に暮らす人や訪れる人にとって、安全で快適な交通環境を作り出すことを目指しています。また、再開発できる建物に入る機能については、商業、業務、文化、交流、サービス、住宅といったさまざまな機能を複合的に植林することで、働いての新たな交流の拠点を作り出し、そこでソフトとハンドが一体となった街づくりに実現できるような施策を検討しています。今後は、三茶の未来の内容を捉えながら、さらに検討を深めて、再開発事業による施設整備や空間づくりなどを通じて、三軒茶屋の街づくりに貢献していきたいと考えています。例えば、歴史を継承し、アートを生み出す街で
では、再開発の中で気になることとして、広場を大道芸などのイベント会場としてご提供することや、施設の中に三茶の歴史や文化を発信するスペースを設けるなど、その取り組みが考えられます。また、個性豊かな彩り、個性豊かな店が彩りを通す、彩りを通す地域については、再開発に新しい施設の中でも、抹茶らしい個性豊かな店を設置したり、周辺団体と連携した初代のイベントを開催したりすることで、この未来像実現に貢献することが考えられます。三茶お湯分けを絶対にアピールしろと。三軒茶屋のシンボルはお湯分けなんだと。長い長い歴史を持ってんだと。その三軒茶屋をやっぱりアピールすることが三軒茶屋の未来につながっていくということがもう全員一致したと思います。だから場所をどういうふうに有効的に使うかと言った時に、まあ、一つアイデアとしてあるのは緑道をやっぱりこうなんかもうちょっとこうきちんと整備していったらいいんじゃないかと。でその緑道は単なるその緑道ではなくて何かポイントがあると。例えば要するにここら辺って文学者が林文子とかいろんな人が住んでますよね。そういう人たちのこう火を作るで文学プログラムにしたらいいんじゃないかっていうことが皆さんから出ました。茶沢通りを中心とした食べ歩きみたいなことをしたいなというようなことが意見が出てきておりまして、その後ですね、やはり具体的なイベントとして音楽イベントだとか盆踊りだとか、そういったお祭り系だとか、あるいは演劇ワークショップとか、あとは読書会とか、まあそういったそういったものをですね、こう実施していきたいというね、やはりイベントをいろいろやってもらいたいということなのかなと思います。玉川通りよりも通りよりも北側のところはいろいろな意見があるのかなと思うんですが、南側の一丁目、三軒茶屋一丁目のあたりのですね、いろんな町づくりのもうちょっと議論を進めるような形が必要ではないかなというふうに思います。お年寄りとか、あと子どもを非常にこう巻き込んでいる人で、特にやはり高齢者が人との交流をやはり取り戻してほしいという意見もありました。例えば場所ですとか、隣の人が知らないとか、そういったアウトもあるので、高齢者とかお子さんに対するその交通指導を求めたりとか、そういったことも、
山井先生、杉山先生、発表に対するコメントをそれぞれいただけますでしょうか。まあ、すぐにはできないんだけども、でもその、この周りの目線をこうやっていこうというのが非常に大事だと思いました。一つだけ、回らないでっていう、まあ、それと回らないでっていうのは、多分、扱い場所とか、好きならふっと寄って、遊べていけば、なんかこう、しゃべる場所があるみたいな、なんか街づくり拠点になるみたいな、例えばお問い合わせで、こういうこともっと毎日、一度的にやりたいんですと思ったら、どうやったら、そのメンバーになれるかなって、なんかお問い合わせがあったりするので、なんかそういう、例えば商店街の一室とか、一箇所に、なんかそういう場所があっていいのかな、なんていうふうなのは。まあ、本当に私も先週行った時にやっぱり結構人の多さの割にやっぱり場所が長いっていうのがすごい思いましたけども、やっぱ結構歩いてみるともしかしたらもっといろんな場所があるかもしれないなと思ったんで、なんか場所のリストアップとか、まあ、常にやってる場所もね、やっぱりその場所のリストアップっていうことも大事かなと思います。あと多分、現在は結構来会社の方の場所も多いし、住んでる方いろいろ、その多様性が結構重要かなと思いますので、まあ、イベントをして、自分の人が不快じゃないかとか、なんか、まあ、ニーズだとか、だから、なんか、一個一個これが何が必要かなっていうようなことをやっていただけると、嬉しいのかなと思いました。多様な活動をしている多様な団体、たちさまざまという感じがいたします。それぞれが、いろんなチャンネル、それぞれの団体さんがいろんなチャンネルを持って、活動されていらっしゃるので、いろんな団体とつながりやすいという、そういう握手をするところがいっぱいあるような団体がたくさんいらっしゃるという感じがすごく大事です。後半は皆さんの、ここであんなことしてみたい、これそんなことしてみたいみたい、いろんなことを言っていただいたのを重ねてきました。で、集中しているのは茶川通り、それからクレア広場と茶川通り、それから三角広場、それから一丁目、大学ですね、皆さんの目のつけるところは、あちこちに広がっていらっしゃるということをよく分かります。それから、今住んでいる人たちが楽しめる街というような、商店街が、若者向けのお店もたくさん増えてきているんでしょうけれども、昔からお住まいの方たちが行っているような、そういうお店も、まだまだ頑張ってもらいたい、あるいは増えてもらいたいというような、そういうふうに動いています。それから一丁目はもうちょっと街づくりの盛り上がってほしいなという、そういう気持ちが出ているんでしょうか。もっと街づくりの議論を出ていきたい、広げていきたいというのが思っています。外国の方にも全国大学がありますので、三茶のアピール、三茶の歴史やそういうものをアピールしているような、そういう取り組みに与えるような、それから全体としてはやはり子どもたちの場所にもですね、子どもたちや障害者たちが同席できるような、そういう場を作っていく必要があるだろう。それからもう中の人は、私は住む人たちが住みやすい街だと、言えるような、そういう街づくりを目指していきたい、そういうことについて思いました。続いて、小坂区長よりこれまでの全体のサポートをいただきたいと思います。これはなかなかこう社会実験の一体で終わらずに繰り返しやってみていいなというふうにも思いました。でやはりこう人間中心のスケールの街づくりということで、これからの時代、これまでの常識を少しとらわれないで考えていかないと、多分この街をつなげるっていうのがなかなか難しいなというふうに皆様の話を聞きながら思っておりました。多分その街を作り変えるには、5年10年っていう時間がかかりますけれども、ね、ただそこに皆さんの声とか思いとか、ビジョンの分とか、いうものが、しっかり共有されていけばですね、できないことはないというふうに思いますので、より丁寧に、話し合いが進行していくということをですね、デザナイズとして、全力でバックアップしたいと思います。今日はありがとうございました。ワークショップを受けてくれたアイデアリアンなというものは、これからも社会人で分かり出していきたいと思います。これからもこういったお勤め会議など参加の場を宣伝させていただきますので、今後ともぜひ参加になって、お勤めに教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。